はい、こんにちは、グリードです。今日はメカブレイクっていう新作ロボットゲームの先行プレイイベントにご招待いただきました。実はね、このゲーム発表された時から僕すごく気になってて、っていうのもやっぱ僕といえば某日本のロボットアニメが小さい頃から大好きで、まあ基本的にロボット系がすごく好きなんですよね。存分にこのイベント楽しんできたので皆さんにお伝えできればなと思います。見せてもらおうか、新作ロボゲーの性能とやらを。プロデューサーコレクション。あ、なるほどね、そういうことか。やっぱりね、プロデューサーガンダム、めっちゃガンダム好きだ。すごい、え、めちゃくちゃこれガンプラだらけやん。そうっすね、あ、ほぼほぼガンダムっすね。うわ、すごいな、相当ガチだこれ。プロデューサーコレクション、ちょっとアップにできるかな。うわー、すごいな。あー、これはファオタッキーが好きなやつですね。メカデザインの。ちなみにこのゲームね、日本の超有名なメカクリエイターとね、共同で開発してるらしくて、開発運営さんの熱意が感じられますよね。なるほど、まあまあまあ、プロデューサーがかなりガチということは分かりましたね。はい、それではゲームプレイの方行きたいと思います。このゲームたくさんのね期待があります。その近接仕様だったり狙撃仕様、重量型、あと回復とかね、たくさんあるんですけど、今回気になった機体2つ、やっていきたいと思います。まあ、こういう風にね、カスタマイズ、色だったり、武装もねすごく細かく設定できるんですけどね、今回このまず1つ目ね、1機体目、ファルコンっていうね、この機体は空中戦のいわゆる変形できる機体ですよ。あ、もうね、変形と聞いたらちょっとねまあ僕のこのロボット好きとしては、まあ一度触ってみるしかないと思って今回この機体にしました。で、すごくね、他の機体と比べてブースト性能が高くて、本当に長時間、まあ、ほぼほぼ空中にいることができます。さあ、そしてこの発射シークエンスですね、これがねもうかなり分かってる人の演出というかあ、いやー、みんなが見たことあるというか好きなやつっていう演出なんですよね。で、今回残念なところでちょっとね、会場の PC の設定か何かで音声がなかったんですよ、ゲーム音が。あ、非常にここは残念なんですが、ちょっと後付けで解説していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、今ね、発射シークエンスの時、機体にチューブがね繋がれてましたけど、いや、あそこもねかなりマニアックなポイントかなって思います。さあ、そして試合が始まりました。基本的に6対6だったかな、5対5だったかな。で、まあたくさんのいろんなルールがあるんですけど、今回はね、拠点制圧と、守る対象のエスコートルールかな、目的地まで運んでいくっていうルールになります。で、完全初プレイなんでちょっと慣れないところはあるんですが、こんな感じでファルコンは変形して空中からどんどん攻撃を仕掛けるっていう形なんですが、まあ、火力はねそんなにない機体なので、まあ、ちょっとコツがいる、だからミサイルが唯一攻撃威力がね高いから、これをうまく使っていくんですけど、こんな感じでずっと止めるんですよ、本当に。で、ミサイル当てて、敵もファルコンですね、同じ機体、きつい2機目ですね。ちょっとサクサクいってますけども、味方が地上で、あれ戦車かな、戦車を目的の場所までエスコートしてるところだね、今ね。ダメージ与えて、でもこの変形して変形して移動して解除してを、このね、この繰り返し、もうこれがやりたかったっていう感じだけど、非常に楽しいですね。あ、ちなみに今回PC 版のキーマウでプレイしてるので、こんな感じでございますいやーね、まあ、キーマウなんですけど、基本的にロックオンはね、なんかまあ自動というか、敵のね、その機体に ある程度合わせたら攻撃はね自動で追尾してくれるので、まあ、そんなにこうエイム力というのは問われないゲームになってますね。すごくカジュアルだと思います。ただね、体力が基本的に高いので、すごくエイムというより連携ゲーになるかなと。だから煮詰まってくると結構、本当に戦術的なプレイが必要になってくるんじゃないかなって思いますね。
で今回ね、まあ、みんな初プレイだったんで この試合のねマッチは、まあ、ファルコンがかなり刺さりました。だけどね多分慣れてくるとねそうファルコンねすぐ落とされるんですよ今僕悠々とね空をわーって飛びながら敵を撃ってますけど、これこの機体強すぎるんじゃないかっていうね思う人もいるかと思うんですが、基本的に紙装甲、装甲はすごく薄くて、敵が対処法を知ってれば一瞬で落とされてしまうんで、そんな簡単ではないんですよね。いやこの辺がよくできてますね、非常に。この四角いやつは多分味方のアビリティかな、バリア張ったりとか、あのそうヒーラー専用の機体もいるので回復のみっていう、だから防御系のねドーム張ったりみたいな機体も存在しますからね。それとうまいこと連携しないといけないですね。でそう同じチームに機体かぶりはないので、だからファルコ全員ファルコンとか空中戦のみとかそういうことはできないですね。今回プレイしていないルールもねたくさんあるみたいなんですけど、そのルールによってどういう戦術でいくのか、どういうチーム戦編成でいくのかっていうところはこのゲームにおいて非常に重要になるみたいなので、いわゆるただのロボット対戦ではないっていうところがねこのゲームの、まあ、深いところじゃないかなと思いますね。で基本的にね今敵のねロックオンしてるとさ白いバーと赤いバーがあると思うんですけど、まあ、白いバーがシールドですね。シールドを剥がすとHP に直接攻撃ができるっていうシステム。そう、機体デザインが非常になんかね、どこかで見たことあるような感じでもあるんだけど、まあ、でもちょっと違うんだよね、今までとね。そして今、試合終了で勝利しましたけど、最後にこうハイライトが流れます。自分の良かったプレイをね、保存できたりとかするみたいですね。で、次、これはね、龍炎だったから名前。その、1機体目、最初の一番上にある、まあ、いわゆるちょっとデフォルト的な機体になるんですが、でもねちょっと面白い戦い方になってると思います。さっきと本当さっきと全然違う。この発射シークエンスも、ね、機体がかなりこう大型になってるので迫力ありますね。さあ発進、そして次のマッチ、まあいわゆるドミネーションみたいなルールなんですが、このね戦闘へこうゲームプレイに入る時のこのシークエンスね、これオートパイロット解除、ああもういや分かってるなぁ。いやこれもう分かこれよね、これよこれ。ちょっと解説放棄ですけど分かってる。男の子が好きなやつ、発射シークエンスからのオートパイロット解除して、さあ、今回の機体はね重量型で、地上で戦うんですが、大型シールドとジャベリンかな、かなりその近接仕様になってますね。かなりこうごつくて、なんかねもうちょっと射撃武装があるのかなと思ったけど、一応ちょっとしたバルカンとミサイルだけあって、基本的にはこの大型シールドで前線に上がってジャベリンで大ダメージを狙うっていう機体ですね。これがね結構ちょっと難しかった。うん、でねそう移動がねちょっとホバー移動なんですよね。でそう、今回ね ABC の拠点制圧っていう、まあ本当にポピュラーなルールですよね。シールドを焚きながらバルカンとミサイルで牽制してジャベリンで切り刻むっていう感じですね。アシスト、敵も格闘機体かな。でねまあ今回そのまあなんか悠々と切り刻めてるというかなんかとつってもね生きてますけど、その敵に集中砲火あったりとか連携取られると本当一瞬で壊されるっていうかやられてしまうから、そのバランスがね、うん、ほんと絶妙。なんか短期で無双できるってことはなかなかないや、ないなっていう感じがしましたね、プレイしてて。次 B 地点取りに行きましょう。地点、あの拠点ね、拠点制圧も忘れてはいけません。さあこのホバー移動、もうホバー移動っていうね、いやーいいね。ホバー機体あるのいいね。さあ、ジャベリンで。かなり減りますね、ジャベリンはやっぱり。もう、敵リンチ状態ですね。こういう風にやっぱり、多人数で、こうね、集中連携を取って、畳みかけるっていうやり方が非常にやっぱり有効ですね。体力多いゲームは。この瞬間、ちょっと解説したいなと思うんですけど、このゲームね、その格闘機体のその、まあ、シールド持ちの
機体についてはジャストガードがあるみたいなんですよ。いわゆる格闘ゲームみたいに敵の攻撃に合わせてジャストでシールドを展開すると攻撃を弾くんですよね。ジャストガードがね成功すると敵はその硬直状態になるんですよね。なのでいわゆる近接戦においてまあちょっと格ゲーみたいな読み合いというかかなり奥が深い戦闘になるっていうね、反撃してもいいし一旦退避してもいいですし、でこの場面では僕ねこの時知らなかったんだけど、僕がジャストガードされた状態みたいですね。さあブースト管理も気をつけながら、右の青いゲージがブーストですね。届かない届かない、うん届かない届かない、よし。いやーこのゴンブト、ゴンブトでもないか、この長いジャベリン巨大シールド、そしてねこの右側にシールドを持つっていうのはねまたちょっと新しいですよね。さあまあ基本的にこの試合結構圧勝しちゃったんですぐ終わったんですが、一応今回ゲームプレイの方はこちらで終了になるんですが、あの後半あの他の機体もちょっとねチラ見せしたいなと思います。このゲームね練習場みたいな場所であの機体をねお試しできるんだけどね、この機体今触ってる機体もねあの変形機体なんですよ。ただファルコンと違って、かなり武装が重め、機動力がちょっと落ちる分武装が重めになってます。ミサイルだったりジャミングミサイルだったりとかバルカンも積んでてかなり高火力な、変形機体、変形機構もすごくかっこいいよな。でこれルミナだったかな、このウィングが非常にかっこいいんですが、これね回復機体なんですよ。あのヒーラー役だね。ねこのウィングめちゃくちゃかっこいいよな。ほんと機体デザインがね非常にかっこいいですねどれも。で最後が、こちらパンサーっていうこのシールドを使いながらランサで突撃するっていう近接機体になりますね。ちょっとカラーリング白から黒に変えてるんだけど、ホバーで移動しながらこう突き刺すっていうめちゃくちゃこう貴族機体っぽいような。で右手にはこのサーベルペンを持ってるっていうね、本当にどっちも近接機体、多分射撃武装一切ないような機体だったと思います。この羽かと思ったウィングかと思ったらシールドなんですよね。はい、というわけで今日はメカブレイクを先行プレイしていきました。いや非常にまあそのプレイした感想としては開発者の熱量を感じるようなゲームでした。本当ファンが作ったような、だから本当に日本のこのロボット好きの男の子とかそういう人に刺さるようなゲームじゃないかなと思うので、僕も非常に楽しみになりましたね。ちなみに今回 PC 版キーマウで操作したんですけど、コントローラーにももう対応していて、まあ、これからねプレイヤーの、フィードバックでどんどん調整していくみたいですね。最後になりますが4月の下旬にベータテストが再び開催されます。新しいゲームモードマシュマークっていうね、皆さんもよく知ってるけどこういうロボット系では初めてのあのルールになるかな、それが体験できるみたいです。皆さんもぜひベータテストで体験してみてください。それではお疲れ様でした。